温泉。温泉は、地中から、湯、熱水泉が湧き出している現象や場所、湯そのものを示す用語である。その熱水泉を用いた、入浴施設やそれらが集まった、地域、温泉街、温泉号も一般に温泉と呼ばれる。人工温泉と対比して、天然温泉と称する場合もある。熱源で分類すると、 火山の地下のマグマを熱源とする火山性温泉と火山とは無関係に地熱などにより地下水が加温される非火山性温泉に分けられる。含まれる成分により様々な色、匂い、効能の温泉がある。講議の温泉、法的に定義される温泉、日本の温泉法の定義では必ずしも水の温度が高くなくても普通の水とは異なる天然の特殊な水、 香水やガスが輸出する場合に温泉とされる、降雪の泉の定義を参照。温泉が本物か否かと言われるのは、温泉法の定義に当てはまる、法的な温泉であるのかどうかを議論する場合が、一般的である、イメージに合う合わないの議論でも用いられ、場合がある。アメリカ合衆国では21.1度、下肢70度、ドイツでは20度以上と定められている。地熱で温められた。 地下水が自然に流出するものと、ボーリングによって人工的に流出あるいは揚げ輸されるもの、たとえ造成温泉でもどちらも温泉法に合致すれば温泉である。温泉を熱源で分類すると、火山の地下のマグマを熱源とする火山性温泉と、火山とは無関係の非火山性温泉に分けられる。非火山性温泉はさらに地下深くほど温度が高くなる。 地温勾配に従ってこうとなった、いわゆる深層熱水と熱源不明のものに分けられる。また特殊な例として、古代に堆積した植物がアタンに変化する際の熱によって、温泉となったモール泉が、北海道の十勝川温泉などに存在る。火山性温泉は当然ながら、火山の近くにあり、火山ガス起源の成分を含んでいる。深層熱水は、平野や、 盆地の地下深部にあって、ボーリングによって取り出されることが多く、海水期限の塩分や有機物を含むことがある。非火山性温泉の中には、通常の地温勾配では説明できない高温のものがあり、有馬温泉、湯の峰温泉、松の山温泉など、その熱や成分の期限についていくつかの説が提案されているが、いずれも仮説の段階である。 環境省によると、日本には2016年度時点で3038の温泉地、源泉数は27,422がある。温泉は、ヨーロッパでは医療行為の一環として位置づけられる側面が強いが、日本では観光を兼ねた娯楽である場合が多い。学校の合宿、修学旅行に取り入れる例も多い。もちろん、当時に訪れる客も依然として存在する。 日本は火山が多いために火山性の温泉が多く、温泉地にまつわる神話や海遊伝説の類も非常に多い。神話の多くは温泉の神とされる大国種名と少なびこなの命にまつわるものである。例えば日本三湖島の一つ道後温泉について、伊予国風土記一文には大国種名が鶴見武市、現在の大分県別府市の山麓から湧く。 早見の湯、現在の別府温泉を海底に管を通して、道後温泉と導き、少なび粉の命の病を癒したという神話が、記載されている。また、発見の古い温泉では、その利用の歴史もかなり古くから文献に残されている。文献としては、日本書紀、俗日本記、万葉集、周囲集などに、禊の神事や、天皇の温泉行行などで使用されとして、 玉津温泉、有馬温泉、道後温泉、白浜温泉、秋保温泉などの名が残されている。平安時代の縁起式神明朝には、温泉の神を祀る、温泉神社等の社名が数社記載されている。日本の温泉旅館のうち、経営文館、西山温泉、千年の湯古満、木崎温泉、孔子、淡津温泉はいずれも飛鳥時代創業とされており、 宿泊施設として世界でも現存最古級である。考古学の観点からは、塩を含む温泉に塩分を求めて草食動物が集まり、その動物たちを狩る人間が温泉の周りに集まり、人の営みが生まれ、温泉に親しむ日本の文化が生まれたのではという推移がある。六国史に見える温泉の記述、鎌倉時代以降になると、それまで漠然として、 信仰の存在となっていた温泉に対し、医学的な活用が増え、実用的、実益的なものになった。一辺らの僧侶の行う性欲などによって入浴が一般化した。鎌倉中期の別府温泉には、大友より安によって温泉奉行が置かれ、現行の戦勝者が保養に来た記録が残っている。さらに、戦国時代の武田信玄や上杉謙信は特に、 温泉の効能に目をつけていたと言われる。江戸時代頃になると、農寒期に当時客が訪れるようになり、それらの当時客を止める宿泊施設が温泉宿となった。当時の形態も長期滞在型から一泊二日の短期型へ変化し、現在の入浴形態に近い形が出来上がった。貝原駅圏、後藤牛虎山、宇田川洋安らにより、 温泉療法に関する著書や温泉図鑑といった案内図が刊行されるなどして、温泉は一般庶民にも親しまれるようになった。この時代は、一般庶民が入浴する雑湯と、幕利、大官、藩主が入浴する、殿様湯、鍵湯が区別され、それぞれ、町人湯、侍湯などと呼ばれていた。各藩では、湯役所を作り、湯奉行、湯別湯などを置き、湯税を司った。 一般庶民の風習としては、正月の湯、寒冬時、花冬時、秋冬時など、季節冬時を主とし、比較的決まった温泉地に毎年をもき、疲労回復と健康促進を図った。また、現代も残る冬時風俗が生まれたのも江戸時代で、砂湯、打た湯、湯、虫湯、合わせ湯など、いずれもそれぞれの温泉の特性を生かした冬時風俗が生まれた。 そして、カズサ掘りというボーリング技術が19世紀末にかけて爆発的に普及したことで、明治以降には温泉資源を潤沢に利用できるようになった。日本の温泉源泉総数のうちおよそ1、10を抱える大分県ウェップ市では、1879年、明治12年頃にこの技術が導入されて、温泉掘削が盛んとなり、発展した。湯を使う風呂が一般的でなく、 衛生に関する知識や医療が不十分であった。時代には、温泉は、怪我や病気に驚くべき効能がある、ありがたい聖地であった。各温泉の起源伝説には、鹿や鶴や鷺などの動物が傷を癒した伝説や、性欲などを通して、入浴を奨励する仏教の影響で、不法大師等巧妙な僧侶が発見した伝説が、多い。このような場所は寺や神社が所有していたり、 近隣共同体の共有財産であったりした。明治時代になると、温泉の科学的研究も次第に盛んになった。昭和以降は、温泉医学及び分析科学の進歩によって、温泉の持つ医療効果が実証され、温泉の利用者も広範囲にわたった。1931年、昭和6年、九州大学が豊富な温泉資源に恵まれた別府温泉に、 温泉治療学研究所を設置したのをはじめ、温泉療法の研究が国立六大学に広がり盛んになった。1935年、昭和10年には日本温泉気候学会が設立され、温泉気候及びその医学的応用に関する学術的研究が進む。日本温泉気候学会から解消された日本温泉気候物理医学会は温泉療法医、 温泉療法専門医の認定を行っている。三笹温泉では、ラジウムの効能に目をつけて1939年、昭和14年に温泉療養所が設けられるなど、温泉と近代医学を結びつける温泉療法の研究が割れてきた。また、太平洋戦争後は、原子爆弾被爆者別府温泉療養研究所が開設され、被爆者援護においても、 温泉療法の研究が行われた。岩木湯本温泉近くにある競争場リハビリテーションセンターの馬の温泉のように競争場の当時として活用されている温泉施設もある。日本の環境省は温泉法第18条などで温泉の紅用にあたる適応症と逆に温泉に入ることで病状が悪化する可能性のある近畿症を定めている。 かつて妊娠中の女性が温泉に入ると流産や早産を招くという意見があったが科学的根拠はなく妊婦が温泉に入っても健康上の問題はないとされる現在では予防医学などの観点から全国の温泉地でいろいろな取り組みがなされている温泉と健康について研究されている地域は湯原温泉岡山県真庭市で病院と 温泉宿泊施設と連携した人ドック付宿泊プラン、湯煙ドックなどの町ぐるみで温泉を健康増進や療養に積極的に利用している。また、温泉の性質により異なる入浴方法を入浴者に分かりやすく指南できる市民を育成、温泉指南役という制度で正しい入浴の仕方を啓蒙している。1929年。 昭和4年から翌年にかけて国民新聞主催で全国温泉16河川という読者投票イベントが実施され各地の温泉に関心が注がれた。熱海温泉、静岡県熱海市のように交通が便利な地域に形成された大規模な温泉街もあれば、交通の便が悪い山奥などにあるものの選出や、歓声な雰囲気などを求める人を巡りというジャンルもある。 バブル期のリゾートマンションには天然温泉付きというものもあった。そういった名称ではないものの1960年前後にすでに存在したという説もある。1997年のタマテック、クアガーデン、すでに閉園を先駆けとし、テーマパーク、遊園地に天然温泉施設を併設する動きが2000年代初頭に相次いだ。火山性温泉の周辺には 火山活動に伴う地形や現象などが観光資源になっている例もある大涌谷や各地の地獄谷など西部にやイオンなどが入浴に適さないなどの理由で観光客が見て楽しむ熱水泉もあり別府地獄巡りや世界各地にある間欠泉が有名である地獄谷温泉長野県は人間が泊まる温泉宿以外に日本猿が 露天風呂に浸かるる地獄谷公園があることで、日本国外にも知られている。温泉に含まれる成分が石質、沈殿したものを湯の花と呼ぶ。採取して入浴剤などとして販売している温泉地もある。明盤温泉、別府市の湯の花小屋における湯の花からの明盤製造技術はの重要無形民族文化財に指定されている。大塩浦磐代温泉。 福島県では、濃い食塩泉を煮詰めて生塩、山塩が行われている。土温泉、福島県では、温泉熱を手長い美容食や、地熱発電に、草津温泉、群馬県では、水道水の加温や暖房を、道路の融雪に利用している。2014年、北海道阿所路町の温泉施設で、入浴中の男性が、 温泉由来の硫化水素により意識不明の重体となった。事故を受けて行われた環境省の全国調査では4438施設のうち33施設で国の基準を超える量の硫化水素を検出している。一旦浴槽に注いだ湯を再注入するか否かで循環式とかけ流しに分類される。循環式においては一度利用した湯をろか。 加熱処理をした上で再注入している。近年掛け流しを好む利用者の思考により、源泉掛け流し等のキャッチコピーで宣伝しているところもある。参考源泉温度摂氏105度、小浜温泉日本一かつ、世界一。一般的な大浴場や、数と少人数向け湯船、浴槽、露天風呂以外に、多様な入浴や、それに近い温泉の利用法がある。 家庭などでも温泉水を楽しめるようにと、温泉水を濃縮したものが各社より販売されており、浴槽の湯に濃縮温泉水を適量混ぜて入浴する。濃縮温泉水の製造には、蒸発、超音波切り加分離を利用した装置がある。日本では温泉は、温泉法と環境省の光線分析方針で定義されている。温泉には、以下の要素がある。 日本では1948年昭和23年7月10日に温泉法が制定された。この温泉法第2条定義によると温泉とは以下のうち一つ以上が満たされる地中から流出する温水、香水及び水蒸気その他のガス、炭化水素を主成分とする天然ガスを除くと定義されている法的な定義による抗義の温泉。 環境省の定める光線分析法指針では、浄水と光水を区別する。流出時の温度が摂取25度以上であるか、または指定成分が一定の値以上である場合、これを光水と分類する光線及び線質も参照。光線分析法指針では、治療の目的に教診る光線を特に療養線と定義し、特定された八つの物質について、 さらに規定している。泉源の温度が摂氏25度以上であるか、温泉 1kg 中に以下のいずれかの成分が規定以上含まれているかすると、光線分析方針における療養線を名乗ることができる。さらに療養線は、溶存物質の成分と量により以下のように分類される。療養線は、その含有成分によって分類がなされる。 またその名称も掲示用潜出名、急潜出名、新潜出名など3種類存在する。以下は掲示用潜出名の分類である。温泉の種類は潜出も参照のこと。なお、各潜出に記載の効能はあくまで目安で、効果を万人に保証するものではないことに注意する必要がある。鉱物分、ガス分の含有量が少ない温泉。 温泉1キログラム中に1グラム未満。刺激が少なく、肌に優しい。無色透明で、無味無臭。養存物質量、活性物質を除くを1グラ,ムキログラム以上含有しているもの。温度不問。温泉水1キログラム中に有利炭酸1グラム以上を含む温泉。アルカリ性の湯、重層泉、重炭酸ドル遺泉に分類される。 温泉水 1kg 中の含有成分が 1g 以上あり、カギイオンの主成分が塩素イオンの温泉。硫酸塩が含まれる。苦味のある味。防潮泉、石膏泉、生組ミ泉に分かれる。温泉入浴を禁じられている人以外には、これといった弊害のない無難な泉質である。特殊成分を一定の値以上に含むもの。温度は不問。 温泉水 1kg 中に相鉄イオンを 20mg 以上含む温泉水中の鉄分が空気に触れて酸化されるため茶褐色を呈するアルミニウムを主成分とする温泉急泉室名は秒板栓緑板線など銅及び鉄を含む温泉水中の金属分が空気に触れることによって酸化されるため湯の色は黄色である含む鉄栓同様 炭酸水素塩系のものと硫酸塩系のものがある。温泉水 1kg 中に総移を 2mg 以上含む温泉。白濁して卵の腐ったような匂いがある。多量の水素イオンを含有する温泉。多くの場合、有利した硫酸、塩酸などの形で含まれる。刺激が強く、殺菌効果が高い。 温泉水1キログラム中にラドンを3ナノキュリー、111、ベクレル以上含む温泉。温泉法で定められた温泉の定義には当てはまるが、蒸気11種の分類に収まらない温泉、光泉もある。具体的には、流出温度摂取25度未満であり、含有成分が1 0 0 0ログラム以上含んでいる。または、メタ計算、メタ放酸などは、規定量以上含んでいるが、 療養泉の指定成分を、規定量以上含まない温泉である。これらは、泉質分類ができず便宜上の通称として、温泉法上の温泉、含む不素泉、メタ法酸泉、メタ系酸泉、単純泉、霊光泉などとその特性に応じて名付けられる。正式な適応症の掲示はできないが、過温して温浴する場合は、一般的適応症と同様効能が期待できる。 世界的に温泉の利用形態は大きく分けて、入浴して体を休める。日本ではこれが主流、入浴して療養する、入浴して楽しむ、泳ぐなど、そして飲む、陰泉、蒸気を利用する、サウナや蒸し風呂に大別される。入浴して体を休めるのは湿潤な気候に反映した日本独自の文化、例外的にアジアの一部で、 日本的な入浴が広まっているであり、世界的には楽しむ、療養する、あるいは飲むもの、蒸すものとして認識されている。だが、今日の日本文化のブームや温泉文化の浸透、工術によって、日本式の入浴が世界中で広がっている部分も見られる。歴史的に見ると、温泉は、紀元前3000から4000年代にはエジプトで利用されており、エトルリア人は、源泉周辺に、 温泉施設を建設し、光線を調査、管理する制度も持っていた。古代ギリシャ時代にはすでに病気治療のための温泉利用が確立し、温泉の効能の神秘的な力から信仰と結びついて、巡礼と治療の場として発達した。古代ローマ時代には、ホテルと温泉を結びつけた雇用施設の建設がさらに進められ、富裕層向けの豪華なリゾート的施設から庶民的な ものまで幅広く作られた。温泉町には遊興施設が出現し、娯楽と協楽の場として栄えたが、ローマ帝国の衰退と共に錆びれていった。キリスト教は初期において、ローマ的な温泉信仰を根絶するために、温泉施設を取り壊し、代わりに教会などのキリスト教施設を建設していった。十三世コロロになると十字軍により伝えられた。 東方の浴場情報から温泉の医学的利用が再び始まり、15世紀には共同体が温泉管理に力を入れたことで温泉地は活況を取り戻した。19世紀後半には温泉療養リゾート熱が再燃し、温泉町にカジノや別荘が盛んに建設されるようになり、現在に至っている。ヨーロッパの温泉地としてはチェコのカルロビバリ、イギリスのバース、 ベルギーのスパ、ハンガリーのブダペスト、ドイツのバーデンイコールバーデンなどが有名である。詳細は口実の項目を参照。日光浴や空気浴を加えた保養地として発達してきた。現在でも、高線水を飲んだり、決められた時間だけ湯につかり、シャワーを浴びながらマッサージを受けたりすることは医療行為として認められている。日本の温泉が、 入浴本位で発展したのに対し、現在のヨーロッパでは特に温泉を飲む、すなわち陰泉が温泉文化として深く根付いている。カルルス温泉の由来にもなった有名なカルルスワードなどは陰泉のための温泉地である。15世紀までは入浴が主であったが、火山体が少ないため湯量が少なく、また泉温が低かったため温泉地は発展しなかった。また、 風気の乱れや梅毒やペストなどの伝染病蔓延や宗教的理由による社会背景などにより入浴が体を害するものとみなされ入浴という習慣が敬遠されていった詳しくは入浴の項を参照一方ヨーロッパでは飲用水の質が悪くそのため一部の入浴客は温泉水を飲用していたこれに目をつけた温泉地は瓶詰めにして売り出したところ 大変な評判を呼び、以後は、温泉は飲むもの、すなわち陰泉が文化として根付いた。有名なエビアンやビシーなども温泉水である。なお、日本においても、ウィルキンソン、ジンジャーエールなど一部の炭酸飲料は初期に、炭酸泉水を原料としていた。またこれにより、温泉水を直に飲用したことで、医療効果が鮮明であったことから、陰泉と医学がすぐに結びついた。これは、 日本の温泉が流入した西洋医学の崇拝が妨げとなってしばらく温泉療法が民間療法とみなされて研究が遅れたのとは対照的であるもっとも陸海軍の大規模な傷病者施設のあった別府やミササなど一部の温泉では温泉病院が設けられたり近隣の大学と結付き永遠と研究も行われていた 今日温泉町として知られるバースやカルルスバードなどは、保養地としても発展し、温泉病院や老後施設なども完備する。温泉による保養という点では、日本と同じである。また、ホテルやレストランも建てられているが、中に入浴用の温泉は存在せず、ヨーロッパ、特に西欧や東欧は日本ほど湿潤でないことも、入浴文化が発展しなかった大きな理由である。 代わりに、陰泉場や陰泉バーが設けられている。対して、バーデンバーデンやスパなどのように入浴用として形成された温泉地も少数ながら存在する。しかし、いずれも、日本の温泉のように、浸かるという概念が存在しない。ドイツのバーデンバーデンは、温泉としてより、むしろ付随する家事のヤブティック、宝石店や高級ホテルなどによるリゾート地として発展した。 温泉は、サウナや、シャワーなどにも利用されるほか、共同浴場が設けられており、温泉水の大浴槽で、プール間隔と同様に泳ぐものも多い、日本では、マナー違反とされる。また、日本のように裸で入浴するという習慣はなく、水着を着用する。そのために、男湯や女湯と隔てることもない場合が多く、日本の温水プールのような具合で湯に親しむ場所となっている。 このような例は口実するニュージーランドの例がある。また、国際的な温泉地の固定名称にもなった、ベルギーのスパは、療養向けに発展した温泉地である。温泉街の規模が小さく、ホテルの個室内に療養用のバスタブが設けられており、日本の当時向け温泉に雰囲気が似ている。だが、湯船に入るのはもっぱら療養目的であるので、日本のように、 ゆったり浸って疲れを癒すという概念は存在しない。ハンガリーでは古代ローマ時代から公衆浴場が建設され、2000年近くにわたる温泉文化を持っている。ブダペストはチェスができる混浴、水着着用の成長に温泉などの温泉が100カ所を登る。また、温水湖であるヘイビーズ湖も存在する。歴史的には、 ヨーロッパの温泉はローマ帝国滅亡後一旦に捨たれるが、15世紀頃に活況を取り戻す。当時はドイツとイタリアの温泉が好まれたが、ヨーロッパの貴族や王族の社交場だったスイナバーデンが最も人気の温泉地だった。16世紀には上流階級の温泉上登流が始まり、ヨーロッパ各地に点在する温泉巡りも盛んになっていった。 ローマ帝国の支配により各地に温泉施設が作られた。地名にれ、バンとつくところは古くから発達した温泉地である。アンリ四世時代の1605年には温泉高専監督官制度が始まっており、これがフランスにおける国家による最初の温泉政策となった。総監督には王の主治医がつき、弟子たちに各地の温泉を管理させた。 貴族や王族による当時が盛んになる一方、各温泉地には、緊急車用の無料の温泉療養設備も作られた。温泉地は1650年には60箇所、1785年には100カ所あり、源泉の数は1000以上に上った。このうちいくつかの温泉地では、君主や王族、あるいは有名人が訪れることで名声が高まり、 それに伴って温泉地の整備も進んでいった。次第に療養者の数は増えていき、18世紀後半になるとホテルなど宿泊施設や病院が温泉地に建設されるようになった。1772年には王立医学委員会、後の王立医学アカデミーが設立され、温泉の総合的な調査と管理統制が行われた。フランス革命後は、 王政時代の監督官制度に代わって、温泉監督医制度が始まり、19世紀には保養と社交を兼ねた温泉地滞在が盛んになり、温泉地のリゾート化が進んだ。1806年には温泉地のギャンブルが正式に許可されて、カジノが登場した。産業革命により、交通や温泉庁の整備が進み、富裕層も増加したことから、19世紀後半には、 大規模ホテルの建設、温泉ガイドの出版、温泉医の乱立、温泉開発投資ブーム、温泉地と組んだ広告宣伝の活発化など、温泉の観光化が急激に進んだ。また、皇族の温泉地滞在も非常に盛んになり、温泉外交も頻繁に行われた。20世紀初頭には、公認源泉は約1400、温泉リゾート地は130を数え、カジノや、 ミネラルウォーターの販売は、温泉地の気な収入源となった。第二次大戦以降は、温泉療養が社会保障に組み込まれたことで、一気に大衆化した。2000年代の資料では、公認源泉は約1200、温泉地は約100カ所ある。源泉は、山岳地帯にあるため、主にピレネー、オーベルニュ、アルプス、ボージュなどに集中する。温泉地としては、 エクスイコールレイイコールワン、エビアンイコールレイイコールワン、ダクス、ビシー、ビッテルといった有名地をはじめ、バニエールドビゴール、コートレ、ルション、アクスレテルム、ルモンドール、ラブルブール、ロワイア、シャテールイコールギオン、ネリス、プーグレ、バン、ディボーヌ、ユリナージュ、ブルボーヌレ、バン、プロンビエールレ、バン、リュクスイユ、コントレクセビル、サランデュジュラ、バニオールドロルヌ、ホルジュレゾウ、 サンタマンレゾー、パラリュック、ラマル、エクサンプロバンス、グレウーなど、多数ある。アメリカ大陸には日本ほどではないが、アラスカ山脈やロッキー山脈など、一部の火山帯を中心に自然の温泉が点在する。その中でも特に著名なのは、ワイオミング州北西部、一部モンタナ州、アダホ州にもまたがるのイエローストーン国立公園で、園内には多数の温泉。 源泉や、間欠泉が点在している。しかし、カリフォルニア州、カリストガのように観光地化されている、温泉地や、コロラド州、グレンウッドスプリングスのように温泉水を、プールとして利用しているといった、ごく一部の例外を除けば、ほとんどが大自然の露天風呂であり、開発はさほど進んでいない。アメリカ合衆国において、温泉地として開発された、最も有名な例としては、アーカンソー州、 ホットスプリングス氏が挙げられる。同地の温泉は1541年にスペイン人探検家エルナンド・デ・ソトが原住民が古くから使用していた温泉を発見したのが始まりとされている。ここは湯量が豊富であり、合衆国の中では比較的湿度が高い地域ではあるが、西ヨーロッパと同様、基本的に湯に浸かるという習慣がなかったため、あくまで医療。 療養目的として使用されるにとどまっており、市内に点在していたカジノやブティックなどのリゾート施設がリゾート地としての発展を後押しすることになった。また、療養温泉地としての性質から第二次世界大戦時中には傷病者の治療、保健施設も設けられた。今日では年間300万人が訪れる全米随一の温泉リゾートとなっている。東部においては、 アパラチア山脈沿いに温泉地が点在している。東部は合衆国の中でも最も早くからヨーロッパ人の入植が進んだ土地であるだけに、ジョージ・ワシントンゆかりの温泉地である、エスト・バージニア州のバークレンスプリングスや、トーマス・ジェファーソンが訪れ、通ったとされる、バージニア州のジェファーソン・プールズ、その近隣に立地し、多数の著名人が訪れた高級リゾートの、 ホームステッドなど長い歴史を持つ温泉地もある。韓国及び北朝鮮では日本に似た浸かる温泉文化が根付いており、日韓併合に伴い日本人が朝鮮半島で温泉開発を行ったことによるものである。いずれも火山が少ないが高温が噴出する温泉が多く存在する。しかし日本とは文化的な相違があり、初めて訪れる日本人は カルチャーショックを受けることがある。例えば、入浴の際に何も持たない。また、感情と呼ばれる伝統的な虫風呂がある。台湾における温泉の歴史の始まりは、北投げで1894年に、ドイツ人のオーリー、クリーが温泉を発見したことだとされる。1896年には、その北投げ温泉に、大阪出身の平田玄吾が、天狗庵という旅を建設し、 周辺にも陸軍の保養所などが建設される。これらは記録に残ったものであるが、温泉の効能が書かれた説明などには、地方温泉のように台湾の先住民が利用したという記述や伝聞も残れている。平東が試験者状況の与え系温泉には、高松の宮が夫婦で利用した浴槽が現在でも残されている。日本の統治時代に警察の保養所として建設された。 温泉旅館が小海石の統治時代は軽光山荘として台湾の警察に利用され現在では一般人も利用できるようになっている台湾の温泉は水着着用で利用するのが一般的だが日本式の温泉を表す日式と書かれた温泉では日本の温泉のように何も身につけずに利用することを表す一部の温泉では 温泉卵を茹でる場所も用意されている。オセアニアで有名な温泉大国はニュージーランドで、国内には火山が多いために温泉地も数多く存在する。原住民のマオリの人々も温泉の効能を知っており、温泉を療養に用いていたという。しかし、20世紀前半に国を挙げて、豊富な温泉水に目を向け、滞在型の温泉リゾートを開発しようとしたが、 日本ほど湿潤な気候でないことと、入植した白人には入浴という習慣が根付いていなかったため、さほど進展しなかった。今日、ニュージーランドの温泉は、スポーツやエクササイズといった健康面で結びつき、あくまでスポーツやアウトドア後に汗を流すための雇用施設として発展している。また、温泉水を利用した温泉プールは、非常に人気があり、温泉地の主力施設となっている。 地図記号としての温泉記号については温泉マークの項目を参照のこと。文字としての温泉マークは温泉。温泉マークの文字参照による表記方法は &X2668&9832 である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。